こうちのお父さんの話なんですけど、うん、うちの親父喫茶店やってまして、うん、でその喫茶店ちょっと流行ってなかったんですね、うん、で大輔ちょっとお客さん呼ぶためにどうしようか言って、うん、まあ大きい水槽でも凍って、うん、そこに熱帯魚でもいっぱい入れといて綺麗なのいっぱい入れといたら、うん、お客さん来るんちゃうかと、うんほんでこのテーブルぐらいのこんなでっかいやつを150万ぐらいかけて買うたわけですよ、うん、で熱帯魚どれ入れる言ってこう一緒にこうカタログみたいなの見てたらなんかあんねやつのカタログもほんならバナナイソギンチャクいうのバナナイソギンチャクもうバナナみたいで真っ黄色ででっかいでっかいイソギンチャクがあったんですよこれ綺麗やなと高そうやけどね、はい、それ4万円ぐらいですね多分でそれをもう4、5匹入れとこうとうわすげえな、ね、ほんで魚入れといたらこれ綺麗やろ言うて、うん、でそれを業者に頼んで入れてくれ入れてもうたんですよ、うん、ほんで綺麗やな言うてこれでお客さん来るな言うてお父さんと夜帰ったんですよ、うん、で次店開けようと思ってパッて行ったら、うん、その水槽の中に、うん、そのバナナイソギンチャクがおらへんわけですよ、うん、どないなってんねん大輔これ、うん、泥棒か泥棒取らへんな言うて、うん、どうなってんねんこれ言うてちょっと言うて上の蓋パカッて開けたらこんな大きかったバナナイソギンチャク死んでこれぐらいに縮こまってここのあの水巡回するとこであのパカ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 ってなってるんですよこれ12万ですよどういうことや大輔これなんで死んでしまうんじゃん死んだらそんなんなんねん死んだら縮いてこんなんなんですよこんなんで頭に来たと大輔もうこんなでかい水槽やからでかい魚やとあらあら買うてこいあるあらや、うん、であるある僕買いに行って、はあ、お父さんあるある買うてきたでほな、うん、お父さんがよっしゃこれだお客さん来るぞってパッてその水槽の中に入れたら、うんうん、あるあらがこう入った瞬間に、うん、死んでございますなんでじゃなんで死んどんねん海水やったんですあれ淡水魚なんですよ、親父汗ってブルーン入れてまいれたんですよいい地味やなぁすぐなんでじゃ言うてこれが頭に来たとほんでもあらあらやめようとほんでもう今度はあのネオンテトラ買おうと、うん、でそれ1匹150円ぐらいなんで、うん、それを100匹ぐらいこうやってバー入れたんですよあこれでもええ値段なでそれはまあまあ死なんと落ち着いて、うん、ほんでそれをある日こう見てたら親父が、うん、おい大好きちょっとこっち来いと、うん、これほらめっちゃ卵産んでるぞうわもうに卵がいっぱいついてたんですよでこれが帰ったらすごいぞお客さんいっぱい来るぞ、うん、言うて、うん、で1週間後ぐらいにまた親父が餌やろう思って朝こうやってる時に、うん、大輔見ろと、うん、帰っとるぞと、うん、赤ちゃんなっとるぞと稚魚がブワーなってきれいきれいやったんですよでこれ嬉しいな言うて、うん、もうお客さんいっぱい来るぞ言うて、うん、でまた次の日ですよ、うん、で餌やる時に親父があれお大輔、うんどないなっとるんじゃと、うん、赤ちゃん一匹もおらへんけどこれどういうことじゃとどうなってんねん言うてパッて開けたら全部フィルターに調節がきつすぎたコンビ何だとしてるのパッとでそれでもうそれでやめたんですで店は正直潰れてもったんですよ潰れる間際のコーヒー一杯何杯やったっけ850円です高っ京都で850円のコーヒーはあかんわあ、大輔この間朝僕ベロンベロンになって、うん、渋谷歩いてたんですよ、うん、ほんでこうベロンベロンでこうウェーって歩いてたら、うん、急になんかこうってなったんですよこうほんで、うん、何やろこれと思ったら、うんうん、めっちゃ臭い匂いしたんですよ、うん、生ゴミ腐ったみたいな、うん、ほんで急にプッてなってハクッと思って、うん、何やこれ誰か芸かけよったんかなと思って探しても誰もいいんです何やろと思ったら、うん、カラス止まっとったんですよ、うん、で「お前のババかほら」言うたら「カ、うん、ーッ!」って言うて「お前がさ」言うて「お前ババかけんなボケ殺したのかほら」言うたら「カ、うん、ーッ!」言うよじゃあお前言うたら逃げようないのですよおー怖いなでお前殺したのかこっち来いわほらおめえはいはいやってたんですよほんなら、うん、後ろから、うん、おいてめえよりよ渋谷のカラスの方がえれえんだよ
言われたんですよ。ほんと、なんやねん、誰やねん、思ったら、うん、こんなバンダナしたやつやったんですよ。で、なんか、革パンみたいなやつで、おい、来いよ、こっちとか言われて、ちょっと待って、今、と思って、今、なんでと思って。でも、ちょっと怖いし、ちょっとパッパッと言って、今、ババかけられたんじゃって言うたら、かけられて当たるめえだよ、お前、ちょっとこっち来いよ言って、もうどうしたらいいかわからへんかったんで、俺ずっと、どうしようかなって考えたんですけど、最後、もう思いっきり、はぁー言って帰った。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 どうしたんや言うて帰ったって最後思ったよりこうええか出へんかったこれ僕が小学校の時なんですけどお父さんが家に帰ってきて、ただいま言うてでお帰り言うて大輔プレゼント買うてきたったぞってこれ珍しいことなんですねお父さんはほんであほんま言うてでパッて見たらカセットテープやったんですよほんでお父さんうわありがとう言うてパッて見たらアニメ大全集って書いてあったんですよでわお父さんアニメ大全集やありがとう言うてああ言うて聞いていい聞けそんなの聞けよ言うてほんでそれをこうカセット入れてパーンって聞いたんですよほんで1曲目パーって見てたら宇宙戦艦ヤマトやったんですよ一番流行ってた時やんはい、はい、でうわヤマトやお父さんありがとう言うておヤマトや聞け言うてほんでこうスイッチ入れたらでん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 って始まってさらば地球よって始まったんですけどもう佐々木勲じゃないんですね歌声が声がでお父さん俺もう佐々木勲違うやろかまへんやろほんでまあかまへんか思ってずっと聞いてたんですよ僕もほんで、最後の、宇宙戦艦ヤマトだった。全然違う。誰が親父さん。親父違うよ。誰か違うやつだ。よう似た声やねんけど。全然違う。ヤマトだった。なんか言ってほしかったのに、なんか、会話なかったな。この間ジュニアさんとお風呂屋さんに行ったんですね、うん、でこう僕こっちで着替えててこうなんかこうカチャンって入れるあれあるじゃないですか、うん、で、うん、ジュニアさんこっちでこう着替えてはったんですね、うん、ほんで僕パンツ脱いで裸なんて入ろうかなと思ったぐらいに、うん、ジュニアさんがこうパンツこう下ろさはったんですよ、うんうんうん、ほんでちょうど この辺じゃないですかほんで惜しいやと思ったら、うんって言うて、アナログがスポッと開いてもらった。結構仲間で見えましたよ、兄さん。とって言うた。すいません。なんやねん、その話。なんやねん、その話。ミニミニ情報みたいな。あの時中身見ましたよ見たことない奥ぐらいまで見えたからはい、うん、じゃあ、この間なんですけど、はい、僕は中野新橋に昔住んでたんですけど、うん、そこに昔からずっと行ってた、うん、古いもうお風呂屋さんがあるんですよ、うん、それなんかもうほんまに番台があってみたいな、うん、ここちょっとカーテンあって女もちょっとこうあれでちょっと 見えるかないうぐらいの、うん、繋がってる感じででそうカーテンでで僕入っててで、上がってこう、ベンチに座って、中なんですけど、タバコ吸ってたんですよ。うん、ほんなら、そこの横に座ってたおっちゃんが、なんか、おい、どうすんだお前、母さんと入んのかみたいな。うん、ほんなら、パパと入るみたいな。ほんで、向こうからバーン走ってきよったんですよ。子供が。うん、ほんで、パッて見たら、子供ピコーン立っとるんですよ。キンキン立ってるんですよ。ほんで、もう、真っ赤なんですよ。なんか言ってないけど。こうなった。で、わわ立っとると思って僕もわーってついていったんですよなんでそうなんですよ興味はありますよね立っとると思ってコンビの子供ついていったんや、小学校1年から幼稚園ぐらいなんですよ幼稚園の年長ぐらいの、うん、ほなお父さんが「あちょっと待てお前ちょっと待て」って言って「お前何やってんだよな」って言うてちょっとこう水風呂のとこ連れて行って「お前何やってんだよ」って言って水風呂息子にかけてるんですよ。まあ冷やしたら子供もう露天風呂入りたみたいでバーってやって、うん、おいちょっとじゃあちょっとこっち見ろお父さんの方見ろ
お前今日何食べた？今日これ出た何食べた？いらないみたいな。いやいらないじゃないだろ。なあお前ダメだみたいな。ずーっとやってて。でもうあかんと思ったんですよね、うん、その子供の肩持って、うん、こないだおばあちゃんかわいそうだったなおばあちゃん大変だったなお見舞い行こうなほなその子供こうなってたのがシュシュシュってなったえらいもんだお見舞い行こうなこれはすごいなでこれで手伝いでロテグラウキョもうびっくりしました僕びっくりしましたそれはなんかでも分かるなそうめちゃくちゃ面白かったですけどいやー滑らないですねあ大輔はい、これ僕、高校1年の話なんですけど、うん、付き合ってた彼女と、うん、あのホテルに行ったわけですね、うん、はいもう一回初めからしゃべって何やねん第5弾まで来て何やねん全然いけてました今初心やねん忘れへんな初心忘れへんすぎやろ今全然間違ったの見えなかったですよ冒頭としてもなんか、うん、お出た、はい、出ましたけどちょっと間違えて間違えた自分の中で、うん、あのね、うん、あの中学の時とかに、はい、あのどこまで精子って出んやろって思ったよ、まあはい、7歳まで、はい、明確にはもういいけどほんなら、うん、最後に男は赤玉が出るって聞いたことあるんですよ、はい、そんな言いますね、はいはいはい、ほんで僕が高校1年の時に、はい、ホテルに行ったんですよ、はい、彼女と、はい、でいざやろう言うて、はい、ほんならちょっとまあちょっと僕シャワー浴びてくるわってシャワー浴びて、はい、ほんでそのままおしっこしたんですよ、はいほんなら、うん、なんか赤玉みたいなのが、うん、ポンって出たんですよ、はい、うわっ思ってもう赤玉出たもう最後やん思って流れるなと思って赤玉取ったんですよほんで何やろうと思ってバッて見たら、うん、こたつの毛布の毛玉やったよかったよ入っとったやつ尿道のとこちょうど入っとったこうやっとったわけですよそれが出たんですよよかった最後違ったこれよかったね助かりました助かりましたハッピーエンドやなよかったねいやいやそれは嫌やわこれねね、うん、これ面白いですよ次あのね、うん、この間あのお風呂屋さんに行ったんですよ、うん、ね。でお風呂屋さん行ったらあの兄弟のね小学生の、うん、まああの兄弟がお風呂にずっと入って遊んでたんですよ、はい、あの湯船のとこでねずっとキャッキャッキャッキャ言って、うん、で僕とそれのお父さんとまあおじいちゃん一人とまあ5人ぐらいやったんですよ、うん、うん。でまあ僕もまあいろいろサウナ入ったりなんかいろいろしてたらでもずっと入ってるんですよキャッ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 遊んでるんですよほんならもう次サウナからあの上がったらもうそのお父さんも上がって体拭いてはったんですよ、うん、ねほんで30分ぐらい経ってたんかなほんならガラガラって言っておいもう行くぞって言うてほんで兄弟がバーって遊んでてねほんでそこに僕サウナ上がったから湯船に浸かりに行ったんですよでここに2人いたんですよほんでだいぶ入っててほんでお父さんに呼ばれたから行こう思って2人が行って2歩ぐらい歩いたら弟のお尻から茶色の水がね、うん、キャッて出てきたんですよ、はいはい、ほんで僕それ見た時にあ湯船で何回かアナル開いたんやと思ってこうツッてね、はい、で水が入ってまだ子供やし遊んでて、はい、またツッてね開いてまた水が入っててあそれで今出てしまったやなと、はい、茶色のお水がね、はいはいうん、あ茶色のお水出てると、うん、じゃあ兄貴はどうやるとで兄貴見たら、うん、兄貴出てへんかったんですよ、うん、あだからあ兄貴はあの湯船の中で作って開いてあ開かなかったやなと、うん、だから出てないねんなって思ったっていう話です、うんなんやねんこれ面白いですよほとんど使ってあかんないで
か作ってやわかんないので、ね、そこ言いたいだけやねここで表現したもんねちゃんとそうねごめんなさいなんで今話この話チョイスしたんですかねそれは知りません。それは分かりません。大好きさんですか。これ僕高校1年の時なんですけど、うん、あの休み時間にあのビニール傘あるじゃないですか、うん、あれでこうバー遊んでたんですよ、うん、ほんであの A だけになったんですよあのプラスチックついてて A だけになったんですよ、はいはいはいうん、ほんでステッキみたいになってて、うんあこれなんか面白いななんか使えるな思ったんですよ友達と遊ぶ時にね、うん、ほんなら授業始まるあのチャイムが鳴ったからあっと思ってまあええわと思ってでそのまま置いといたらよかったんですけどその時冬であのクラスにあのストーブがあったんで、うん、そこのストーブの真ん中のところに、うん、あのそれ突っ込んどいたんですよね火言うたらあの火の中ですよはいで突っ込んどいて、うんね、ほんで僕その授業受けてたんですよ、はい、でキンコンカンコンで授業終わった後にあさっき俺入れたまんまやと、うんうん、ねでそのストーブのとこ行ってパッて抜いたらもう半分ぐらい真っ赤やったんですよ。うわぁ、怖い。あの、刀でわぁ、叩く前みたいになってたんですよ。うわ真っ赤や言うて。ほんで、何しようと思ってテンション上がってもうて。ほんで、うわ、これ何する言うて、こうやってやってたんですよ。探してたんですよ、なんか。ほんで、探してたら、この先、不注意で、こうやって寝てた友達の首に、パッと当たってもうたんですよ。わぁ、わぁ。ほら、もうその瞬間、キューンって言うたんだよ。やっと思った。佐々木君いう子なんですけど、はあ、こうやってたら、キューンって言うと、あっと思ったら、こっから煙がシュシュッと思った。いや、それはそうや。今日受けなかったと思って。これやばいと思って、ごめんごめん、大丈夫って言うたら、起きないんですよ。ほんで、佐々木君大丈夫って言ったら、行ったー。誰がここコンパチしたなんて言ったコンパチ痛さ的には痛さ的にはバーンやられたぐらいやったんですよ足集まるからな、ええ、コンパチ違うよ言うて火傷してるよ言うてで保健室行こう言うて保健室行ってまあまあ大丈夫やったっていやあれは悪いことしましたねびっくりしますよ首いやいやけどキュッシュッてなるの肉が焼けるんだ肉がすごいなちょっと縮むんですよねまあそりゃそうやろなすごいなまあアクシデントですよ、うんうんうん、じゃあ続いてジョーダンズはい、はい三松さんの話なんですけどまたね、はい、金八先生のものまねする方ね、はい、ほんで一緒に大井龍馬という舞台を一緒にやってたんですね、ほんで ある日朝楽屋に行ったら、三松さんやはって、で三松さん今日どっから来られたんですかっていやサウナから来たと、ほんでようサウナ泊まらはるんですね、でサウナから来たと、ようやれますねそんな家帰って寝た方が疲れ取れますよみたいな、いや俺いいんだよサウナの方がみたいな、ほんでなんかこう着替える時にいつも三松さんサウナでこうパンツ下ろしはったら絶対うんこがついてるんですよあもうそれはもう絶対に絶対ついてるんですよ、ほんで着合ったからちょっと衣装着替える前にちょっと一回調べてみてくださいと、一回これで拭いてみてくださいとティッシュ取って渡したんですよほんならお前今お風呂入ってついてるわけないだろう言うて拭き合ったらうんこいって普通の人が一発目吹いたぐらいの、一発目ぐらいついてたんですよ。でうわーって言って、あの量ですか一発目やんけ許すぎるやろ許すぎるやろって言ったら、あれなんでだろう言わはったんですよ。で、なんでだろうやらへんよ。もう一回吹いてみて言うたら、まあちょっとついてたから、汚いからちょっとシャワー入ってきて、言うて。でもそんな衣装さん絡んで、言うて。ほんなそうだな、それもそうだな、言うて。で、シャワー入ってはるとこ、ちょっと覗いたんですよ。ほんなら、下だけ脱いで、シャツ加えて、お尻の穴だけこう、こうやって、アウトあったんですよ。ほんで、うわ、来たなと思って、気持ち悪い思って閉めて、で、帰ってきはったんですよ。ほんで、もうシャワー浴びたから大丈夫やってなって、でも、もう一回だけ、ちょっと一回拭いてみてくださいって言って、拭いたら、また一発目だ
垂れ流すなよ。どういうことや。全然止まってないね。常に一発目なんや。常に一発目で、ほんでどういうことなんですかって言ったら、いやもう自分が嫌になるよ。まあ嫌なるやろな。本人が一番自分やったら嫌やもん。嫌やわそんな。なんかその次の日とかに聞いたら、うん、もうほん誰にも言うなよって言って。理由があるんで。なんか、うん、普通にこう吹いてたら、うん、スパッと4本入ったりする。あ、ずっとずっと。なんでだろう。なんでだろう。なんかそれぐらいの。もうらしいですよ、皆さん。もうゆるゆるっすね。ゆるゆるんだ。ゆるスポット入ってまう時とかあるんです。スポット入っちゃうんですか。スポット入ってまうんだけど。びっくりするよ。あれって。筋肉ないねよ、もう。もうないよ。開きっぱなしだよ。もう空も絶対一発で。面白いな。面白いな。これ僕が小学校6年ぐらいなんですけど、うん、夏に、うん、あのお父さんが、うん、あの花火大会あるから大輔見に行こうと、ほんで山の上で、うん、穴場があるから人全然いい日んとこやから、うん、そこ行ってみよう言ってお父さんと二人で車で出かけたわけですよ、うん、ほんで駐車場入れてそのままちょっとこう山の上まで10分ぐらい歩いて行って、ほんでその場所で花火まあ見てたんですもん、ほんでまあ人もいい日んガラガラもう真っ暗なとこですよ、で綺麗に見えて、で見終わった後にほんなら帰ろうか言ってこう帰り道こう駐車場まで歩いてたんですよ、うん、ほんならお父さんが大輔あの競争小学校まで駐車場からこっから言うて、うん、でええよ言うて、うん、大輔お前早なったんか言うて、負けへんのちゃう言うて、ほんなら行くでよーいドーン言うて、そのちょっと坂道をずっとうわー走ってたんですよ、うん、お父さんの方がやっぱ早いじゃないですか、うん、でお父さんだいぶ先行って、うん、で僕真っ暗やから怖怖って、うん、お父さん待って言うてガー走ってたんですよ、うん、でうわー走ってたらもうそのままこう駐車場ぐらいまで行って、うん、ほんであの真っ暗なんですけどあの自動販売機の光で、うん、あっこやと、うんうんうん、ほんで、あ、もうあかん、ゴールや、思って、ほんなお父さんが、よっしゃ、勝った言った瞬間に、シャーンって言うたんですよ。シャーン言うて、うわーって言うてるんですよ。ほんで、バーッ近づいていったら、その駐車場のとこに、あの、鎖が張ってあったんですよ。で、親父気づかんで、よっしゃー言うたら、シャーンって言うわーって言うとるんですよ。うわーって言うお父さん、大丈夫言うて。あ、お前大好き言うて。来る時なかったよな、この二人。来る時なかったよ。これね、はい、あの僕幼稚園の時の話なんですけど、うん、仲良かった高橋君っていうね、うん、同級生がいて、で高橋君には2個上のお兄ちゃんがいたんですよ。ほんでお母さん同士も仲良かって、はい、高橋君とか遊びに行こう言って車で行ったんですよ。ほんで、高橋くんとこついて、ほんで、お母さんはお母さんで喋ってて、で、僕らはこっちで、遊んでたんですよ。で、何しようやったら、かくれんぼしようってなったんですよ。ほんで、その時僕が負けたんですよ。鬼になって。はい、ほんで、数えてたんですよ。ほんで、ばーっと隠れに行って、ほんで、90、100、もういいかい言うたら、シーンってなったから、よし、探そうと。はい。で結構高橋くんとこって金持ちなんですよ、うん、で家が広いんですね、でいろいろ探してもいい日なんですよ、はい、でいい日ないい日なと思ってて、ほんならそのお兄ちゃんの部屋ちょっとだけ空いてたんですよ、はい、でお兄ちゃんのとこかなと思ってパッてこう入ったらこうカーテンがね閉まってたんですよ、はい、であいい日なと思ったらでもパッてそれよう見たらカーテンがちょっと膨らんでるんですよ、はい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 、であここに隠れてると思ってパーって行ってサッてめくったんですよ、ほんならお兄ちゃんがあの弟のパンツずらしてお尻を見てるんですよ、ね、ほんで「あ見つけた!」って言ったら「シュッ!」って言うんですよ、ほんで「えっ?」って言ったら「検査してる」って言うんですよ、お兄ちゃんの方が、はい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 、で「え検査してる?」って言うたら「お尻の検査してる」って言うんですよ、ほんで「お尻の検査してんや」と思って僕も何や分からへんけどこう正座でそのお尻の検査を見てたんですよ、なんか分からんけど、ほんでもうそのこの3人やったらこうカーテンなんですよ、分かります、はい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 、でこっちで太陽がバーッ当たってるんですよ、ほんでほなずっと「ああ」ってお兄ちゃんがずっと手開けて「ああ」ああ言うてるんですよ、はい、でもう弟はもうずっとこうやってるだけなんですよ、ね、ほんで「分かりましたお薬塗っときましょう」って言うんですよお兄ちゃんが、ほんでお兄ちゃんがこうシャッて出てまたシャッて閉めてほんでなんかあの
動物の顔のノリあるじゃないですか。はい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 。スター帽子のやつ。あれ持ってきて帽子パッと引き上げて、で、そのノリをお尻にガーン塗るんですよ。って。ほんで、はい、パンツ上げてください。大丈夫です。って言って、弟パンツ上げて、ほんで、それで終わったんですけど、なんか僕もたまらんお尻の検査してほしいなって。いや、なんでですか？なんでですか？なんか、なんか変な気になってきて、あの、僕もお尻の検査してくださいって言う。正式に。ほんなら、あ、いいですよってなって。ほんで、なんかもう変な気分ですよ。ほんで、僕もこう、パンツずらして、ようやくこう、ね、開けてもらえるときに、下からおばちゃんの声で、みんなおやつよってなったんですよ。ほんなら、お兄ちゃんが、やばいってなって、シッて言って、絶対言うたらあかんで、あ、パンツ履き、みたいになって、僕もパンツ履いて、まあ、検査されずですよ。ほんで、2回やったんで、下降りて行ったんですよ。ほんなら、種なしぶどうやったんですよ。おやつね、おやつが。ほんで、こう、って食べながら、もう俺、お尻の検査してほしいって、しゃあなかったんですよ。ほんで、横お兄ちゃんやったんで、もう我慢できんと耳元で「あとでお尻の検査してください」って言ってほんならお兄ちゃんってなってほんでもう俺もうトウモロコシみたいにわーっと食べて早よしてほしいからほんで終わったんですよほんでお母さんらにバレるからもう一回じゃんけんしようみたいなお兄ちゃんもう一回じゃんけんしようってお兄ちゃんが負けたんですよ、はい、ほんで俺逃げることになって、はい、ほんでもう一目散に僕隠れるとこ決まってますからね、はい、もうあのカーテンの後ろででスチャーなってもうダー待ってたんですよ、はい、ほなお兄ちゃんゆっくりキーって入ってきたんですよほんでわーっと思ってでじゃあお尻の検査しましょうってなってもうすっごい嬉しいんですよやっとお尻の検査してもらえるほんでこうパンツずらしてほんで初めてこうグッて開けられて、はい、もうなんかもうなってるんですよそう言うてるんですよほんでわっみたいなほんでグッて開けられてもうなんかもうなんか気持ち的にはもうあんですよもうほんで分かりました言うてでお薬塗っときましょうみたいな感じでなんかパッと貼り付けられたんですよほんで僕もプッてなってパッと見たらパンツ履いてくださいって言われて、はい、パンツ履いたんですよほんでまあそれで終わったんですよ、はい、お尻の検査でもそのお尻の検査気持ちよくてしょうがなかったですなんか変な気分で、はい、ほんで何しててもずっとまたお尻の検査してほしいなと思ってでももうお薬出してもうたしなでやってたらもうそろそろ大輔帰ろう言って、はい、で車乗って、はい、ほんならみんなこう送ってくれるわけですよ、はい、でブローン言って帰るねまたね言ってバーって言ってお兄ちゃんに僕またこうお尻の検査してくださいほんでお兄ちゃんみたいなほんでバー家帰ってで大輔お風呂入りなさいみんなで遊んで汗かいてるから言うてほんで忘れてて お薬のこと、はい、ほんでこうパンパッて脱いだらポトッてなんか落ちたんですよ、ね、ほんで見たらあの種なしぶどうの皮やったんですよお薬が種なしぶどうの皮やったんですそんな話ですたらその天下とかあるじゃないですか。やめなさい。まあさすがに天下の意味も分かってない。まあね今やったらそういうお手軽に続けますよ。まあまあまあ天下とかあるじゃないですか。でも僕らの時って本当になかったんですよね。だからその女の人ってどんなんやろうと。上はね、まあお姉ちゃんのあのおっぱいでも触ったこととかもありますから、それが大体分かってたんですけど。なんでお姉ちゃんおっぱい触ったことあんのかが分かんないですけど。下ってどうなんやろ。まあね。でそれをこうエロ本とかでこう中学の時とか探すと、まあその感覚に近いのはそのカップラーメンあれをこうぬるくしといて。そこに掘り込んだら女の人が味わえるよとかね、ありましたね、ありましたありました。ほんでまあいろいろ書いてあったんですけど、まあ僕は手軽なやっぱりこんにゃくちゃおうかなと。でやっぱ僕ラーメン好きなんで、やっぱりラーメンを一回無駄にしてその掘り込むっていうことがやっぱり自分的にもやっぱりそれはちょっと高価な、なるほど、あれやなと。でこれこんにゃくやなと思って、で ある日こうお母さんがあの中学のお弁当を作ってくれてたんですよ、うん、で、あ、お母さんなんか作ってんなと思って、で冷蔵庫を開けてその
ね、あの女の人の感覚に近いものが何かないかなって探したんですよ。で、あ、こんにゃくないかなみたいな、こんにゃく、あ、こんにゃくあらへんな、うちと。で、見てたら、お母さんがコーン、コーンって切ってたんですよ。で、それ見たらもう、こんにゃく切ってたんですよ。で、お母さん、こんにゃくあるやんと思って。ほんなら、お母さんがそのこんにゃくをね、サンサンサンって切ったやつ、ペラ、ペラ一枚に、縦に一本、スッと線入れて、ねじりこんにゃくみたいにくるくるってしてポンと置いてありますよ。おせちの、おせちとかでもね、おせちなんで、はいはいはい、でもクリンクリンってしてくれてるから、もうお母さんと思ってお母さんも作ってくれてるやんと思って、料理、料理です、料理を作ってくれてるやん。でも僕はいろんな意味でいや作ってくれてるやんもうエスパーやん。ほんでそれをちょっともうどうしても手に入れたくなったんですけれども、今からもう一回炊くんですよ、やっぱりそれね、味付け、いやこれ今から炊くんやなと思って、ほな雪平鍋にこうね出汁入れてバー掘り込みよったんですよ、ほんでベーってなってる時に全然食べたなかったんですけど、あのお母さんちょっとこれうまそうやな一個ちょうだいって言ってうんうんって言うて噛んでるふりして全く噛まんとほんでお風呂場持って行ってよし手に入った手に入ったこんにゃくよしと思ってお風呂入ってで、まあ、鍵も閉めといて鍵閉めた、はい、でまあこう鍵確認して誰も言いへんかったんで、うん、よしこれで味わえると、うん、女の人味わえるとこんな感じなんやなってすごい思ってたらもう自分の門もバーンなって、うん、よし準備万端やと行くぞと思ってそれをこうそーっと入れてみたんです。ほんならディンディンって切れたんですで日本のこんにゃくにディンディンってなって、あ、マジでと思ってっていう話です。もう本来です。いやいやいや。すいません。いきなりごめんなさい。これ一発目にしてなあかん話。どうしてもあの福岡の皆さん聞いていただきたかった。ディンディンで。福岡の人何やと思ってんの。お母さんが包丁入れすぎてたやな。そうなんです。もうちょっと。ね、中だけやったらまだしばらくしててまあ下がディンってなってもまだ上つながってると思うんですけど両方に入れてたから食ってやったらディンディンってやったんですもう一瞬やん思ってもうやば何回ディンディンすいませんすいませんほんまにほんまにすいません別にこれ子供がおるからあかんっていうことでもないです普通にあかんからすよお前大人でも大人ばっかりでも一発目の話じゃないですよ、ですね、すいませんでした常識として、ホッシャンとコンビ組んでた時のあのチュッパチャップス時代の話なんですけど、もともとコンビ組んでましたからね、はい、でその時にまああの若い女の子とかにこうキャーって言われてたんですよ。結構人気はすごかった、はい、でもなんかそれがちょっとなんかホッシャンとこう悩んでて、やっぱり男からおもろいなって言われなあかんのちゃう言うて、で何しよう言うて、なんかイベントがあったんですけど、そのイベントで何しようほっしゃん言うて、で自分らの好きなことをやらへん言うて、でそれをビデオで流そういうことになって、ほんであのどっちが T シャツ業さん食べれるか対決しようか言うて、どっちが T シャツを業さん食べれるか対決しようか言うて、うん、食べれる食べれるか、うん、で食べれないですよ T シャツなんて切らずに長いまま、いや長いままじゃ切ってもいいし、うん、もうそのままもう飲み込んでもいいし、うん、やってみよう、で制限時間だけ決めとこう言うて、ほんで5分に決めてやったんですよ。で、よーい、ドンで、こう、こっちのカメラとこっちのカメラ分けてやって、で、部屋もバラバラで、で、僕、こう、ちょびっと切って、ちょっと、あの、調味料とか置いてあるんですよ。何、調味料は何使ってもいいんですよ。ほんで、僕、醤油選んで、醤油こう、染み込まして、こう、やったら、一瞬は美味しいんですけど、食べられないんですよ、やっぱり。そう言うて。これ、こう無理やな、思って、最後、まあ、5分の最後、4分55ぐらいで、ちょっとだけもう飲み込んだんですよ。で、よっしゃーみたいな。で、終わって結果発表言うて、ほ、うんで、ホッシャン持ってきた T シャツ、もう片んとこしかないんですよ。そんな食べた、ホッシャンも、全部ベロッとしてた。ホッシャンすごいなー主食やんか。そう。俺、ゲラゲラ笑っ
ったんですけど、食べたすごいな、イベントで全然ウケなかった全然ウケなんで肩の部分食べられた、肩の部分だけしか残ってないねえ、牛なら肩のとこで結構うまいT シャツもここちゃうんすか、ロゴがあったんです、ロゴがすごいな。この間の話なんですけど、あの僕は仕事から帰ったらお風呂屋さん行くのが趣味なんですよ。で、それこそバッドボーイズの沙汰とよう行くんですけど、でいつも行ってるとこやったらもう飽きてきたからちょっと違うとこ探して行こうかって行ったら、なんかこう東京でも温泉が味わえるいうとこがあったんですよ。でそこ行こうかって行ったんですよ。そんならそのお湯がなんか茶色い濁った温泉なんですよ。ちょっと鉄分が多いというか。ほんでそう露天やって、ほんで行こうかって行ったんですよ。で3人ぐらい入ってはったんですけど、で僕らそこチャポンって入って、でサタが入って僕入ってこう使ってたんですよ。ほんなら何やあれってなったんですよ。湯のとこに、で何やって言うて、これこう湯気がブワーって出てるんで、なんやこれって言ったら、なんかヤシガニみたいなのがこう、おるんですよ。でこれ なんやこれって言って二人で、ね、なんや言って、でこう見てたら急におっさんがこうブリッジからダーンってキャーって出てきて、うわっって言って、なんでやブリッジ、いやもうちょうどあそこだけがめちゃくちゃブラックだから分からへんから、ヤシガニってもうベロンになってるから、でブリッジからダーンなんて、うわってなって、ほんならサタがなんでって言うから、サタ言うなほなその人見てたら、もうなんかガリガリの40歳ぐらいの、でもなんか健康志向みたいな、ああだからずっと足をもうこう持ったらグーッて痛いぐらいのほなまたグーッやったらもう足ここら辺でしょ、ほなまたずっと見てたらここしか見えないんですよ、ほなその足グーッいやみたいな、ですっごい伸ばすんですよ体を、あほんでグーッやって、うん、ほんならもうグーッやりすぎてもうまたズボン入っていくんですよほんでなんでいやなんでって言うのほらもうやらんでいいでしょ、水中で前屈なんかせえへんのにでボコボコって出て、なんでこれもう言わんとこ多分もうこれおかしい下やから、これまた前屈した後またグワーブリッジして、またヤシガニみたいな、もう何やねんこれ、腹立つね、腹立つね、何やねんこれ、わざとやっとんのか、でちょっと ずれよう言うて、サタとでこっちずれたんですよ。ほなまあまあでかいところで、こっちの右端のとこ、こういうまあここが温泉やとするじゃないですか。ほんでここでもうヤシガニ浮いてるんですよ、はい、だからもう僕らここ来てて、ほなこっから お湯が出る装置みたいなのがあって、はい、ほなちょっとだけここに隙間があるんですよ、はい、うん、その隙間のとこにもうちょうどなんですよそこに浮かんでるおっさんおったんですよほんでなんでってなってなんなあれずっともうこっからジャガラーなんて思ってほんでもうジャガラバーも強いから水バーかかってるずーっとなんでなんやねんここのお風呂気持ち悪いねんでもうここも目に入らへん、こっち来よう、ほんでこっち行ったんですよ。ほんでこう湯気バーって出て、ほな次僕らの後にこう太った人が入ってきはったんですよ、うん、で僕らからしたらこうもやーっとこうもやがかかってますよね。ほなその太い人がずーっと近づいてきたんですよ。ほんでずーっと近づいてきて、まあ見てしまいますよねここ、はい、うん、まあ見えますね、見てしまうじゃないですか。ほな僕らのその横に行こうっていう時にこう行って見たら太すぎて、ああ、はい、体が太すぎてもうめり込んでるっていうか、もうちょっと穴開いてたんですよもうここの肉がガーッなってるから、あるある、もう穴開いてるんですよほんでもう俺ももうあかんと思って、もう笑うと思ってってやったら
佐田がなんでって言うなんでやないあれはそういうもんやもうちょっととりあえずいか上がろうか言って上がったっていう話いやいやいやすごいニヤカもうへえていやいや喜ばしいちゃうのいやいや喜ばしいですよすごいねおお来るなしかし出ますねしかし出るなよしちょっと待ってくださいねはいはいよしこれ見つけたみたいですよよっしゃ行くぞこれはいよ見つけたまた天然素材の時の話なんですけれども、うん、多いですね今日ファンと行くはい沖縄旅行というのに吉本ツアーズとか昔ありましたもんねそうですそうです、はい、でそれに、藤原とチッパチャップスやったんですよ、はい、でそれで沖縄に行ってで琉球村みたいなところに行ったんですよ、はい、でそこにあの琉球馬いうか琉球馬がおったんですよ、はいはいはい、あのちょっと、はい、なん短足というかちょっと違うんですかちょっと違うなんかちょっとゴツッとしてて、うんはい、毛もバーってなってて、うん、で原西さんがえらいなんかこう馬好きで、うん、なんかうわー琉球馬やー言うてでこうぐわー触ったりなんかここの毛うわーなぜ立ったり、はいはいはい、お尻のとこバーやってバーン叩いてうえー言うたりねそういうことをやって遊んだはったんですよ、はいほんで、早期そば食べよう言って、うん、まあそのファンとの交流一通り終わって、で、お昼食べよう、早期そば食べよう言って、ほんで早期そばこう食べてて、なら原西さん汗かきやから熱いなー言うて、馬触った手でそのまま顔触って、まあ早期そば食べてたわけですよ。ほんで、早期そばの最後の一本、トゥルって食べるぐらいにパッと見たら、はい、原西さんの顔が、かぶれてきたんですよ。いや、ちょっと肌弱いちょっと肌弱いデリケートなのですから。ほんで、みるみるうちに腫れてきて、なんか、キャッチャーミットみたいな。これやばいでってめっちゃ腫れてますよ、キャッチャーミット。馬にかぶれたんやで言うたら、いや、馬なんかかぶれへんと。でもどう考えたってこんなもん馬にかぶれてるやんって言うてそうそういや馬なんかかぶれへんってこれどうする言うてちょっと氷もらおう言うてバー冷やしてでそれでも全然引かんとほんでそのままお昼の時間が終わってまたファンとの交流ですよ、はい、ほんでこれやばいなってもうちょっと病院行った方がいいんちゃいます言うたらいやかまへんかまへん言うてほんでパッとその食堂出た時にファンの子がパッて来てあの、原西さん写真撮っていいですかって言われたら、原西さん氷で押さえてんのに、うん、いいよー言って、そのキャッチャーミットの顔でパーンって写真撮って。撮らんねえやんって言うの。もうこんななってんのよ、ほんまに。ガッポーなってんのに。断れ断れ。撮らんでええやんって話ね、うん。そもそもなんで原西さんがそれ、馬は被れへんって言い張ったのそれはわかんないですね。完全にそれが欲しいんだよ。びっくりしたよ。はじめな、やっぱこう汗拭くやん、こうやって。うんうん、その、拭いてるところが、言ったら、かぶれてくんのよ。はい、こんなちっちゃい赤い点やのよ。それがな、でっかなってきてな、フランクフルトみたいなもんだよ。ないや、あれは分かった。それでも馬のせいじゃないと。馬のせいじゃないです。俺のせいです。馬や。俺の体調不良ですよ、あれは。馬は悪くない。馬は川に噛まれただけですぐな。そう、そう。いやー、そういう話なんですよ。すいません。あの、これ僕、高校2年の時の話なんですけど、あの、高校2年の初めぐらいに、あの、全員でこう、なんか、麻雀打つんが流行ってたんですよ。ほんで、なんか、ルール教えてもらって、やっと打てるようになって、じゃあ4人で打とうか、言って、ほんで、友達の家で、あの、麻雀してたんですよ。で、友達、まあ、実家じゃないですか。ほんで、静かにこう、チャラチャラ、あの、夜やったから、こう、あんまり音刺さんようにとかして、ほんで、ずっとやってて、で、結構やってたんですよ。長い時間。で、その間にみんなトイレ行ったりとか、ね、なんかいろいろしてて。ほんで、夜中3時ぐらいですかね。あの、もうちょっと帰ろうか、みたいになって。ほんで、こう、こたつでやってたんですけど、冬やったんで、寒かったんで。で、こたつでやってたんですけど、で、出ようかって言って出た瞬間になんか、何やこの匂いってなって。甘草ってなったんですよ。あの、甘草って、あの、何ですかね、あの、ちょっと甘みがある甘草っていう。何やこの甘臭いのってなって。ほんでみんなでこう開けて、そのめくったら、甘草ってなって。何やこの匂い。何やこの甘臭いのって。ほんで友達が足によって、俺や甘臭いのって。甘草ってなって。ほんで、あ、お前け言うて、によって、甘草って言って。
ほんで、あ、うわ、なんやこれ言ってたら、うん、その、遠い目におった友達も、うん、俺も甘臭いって甘臭ってなって。ほんで、全員におったら、全員が甘臭ってなって。何やこの甘臭いのって言ってたら、その家の友達が、あってなって、おじいちゃんの家がよ、あの、部屋が横やったんですけど、おじいちゃんとこ行って、おじいちゃんって言って、おしっここぼすなやって言って、ほなら、すまー聞こえてきたんですよ。で、しょんべんって言って。で、この甘みないねんと。臭いのわかると。でもこの甘みない言ったら、ちょっとこの甘みない言ったら、その友達が、いや、糖尿やねん、自分。糖尿の甘みこんな甘さなんのっていう話。あー俺も嗅いだことないけどそうなんや。めちゃくちゃ甘くさい。温められて。ありがよるとか言うもんね、おしっこに。検索ワード甘くさが上がってきた。これこの間の話なんですけど、僕あの今ケンコバと2人でアンギャーっていうトークイベントやってるんですね。マジで。はい。でそれは青森だったんですよ。で青森でそのアンギャーが終わって帰りしなの新幹線の話なんですけど。僕あの携帯のあの充電するの忘れてましたよ前の日に、ほんでわあ充電あらへんわと思ってやばいなと思って、はい、ほんであの車掌さんにちょっとコンセントないですかって言ったら、あの鏡前にあるからあそこ使ってくださいって言って、はい、あ分かりましたっつって、で鏡前に行ってそれ挿して置いといたんですよ、はい、でもそのまま置いていったらちょっと嫌やなと思って、でその前でうんこ座りしてくと DS やってたんですよ、はい、ね、ほんなら向こうからなんか男の子がパッて来たんですよ、うん、でその男の子ってなんかちょっとね短い髪の毛で、で眉毛をだいぶ剃ってるんですよ、うん、でもそのヤンキーとかじゃないんですよ、うん、上を剃って下そのままみたいな、うん、なんかちょっとけったいなんですよ、うん、でわけったいなと思ったらあの来て、ああなんだっけなんだっけ名前って言われて、僕何やねんと思って、あ、宮川って言ったら、あ、そう、宮川なんだっけ って言うから、いや、あの、大輔って言ったら、え、あ、そう、宮川大輔さん、宮川大輔さん、あの、身長何センチですかって言うんですよ。絶対ですね。絶対なんです。絶対なんです。いや、身長って言うて、身長172って言ったら、はい、え、172? 嘘、ちょっと、え、立ってってなって、はい、え?と思って、何?はいって言って、僕立ったんですよ。ちょっと面白いな。はい、ほんなら、え?ちょっと待って、172? え?ちょっと待って、で、こう鏡で、こんなんやり出すんですよ。で、ほんで、172って言ってた。ほんなら、え?ちょっと待ってって言って、バッて向こう行くんですよ。で、何やねんと思ったら、向こうから来て、169じゃないって言うんですよ。携帯持って。その間に調べてるんですよ、僕のプロフィールで。169言って。いや、知らんよ。それ、いつのプロフィールって言ってたら、はい、いや、170ないでしょって言って。いや、だから、わからん、今。もう縮んだかもしれん。169ぐらいちゃう言ってた、はい。ほんなら、あゆ何センチって言うんですよ。え、あゆ身長何センチって言うんですよ。で、いや、あゆ身長知らんって言う。だいぶ蹴ったやんか。ほんなら、140から145の間かなって言うんですよ。知らんそんなって言うてて、でも見たことあるのみたいな、いや、だすれ違ったことはあるなって言った、その時どうしたの、どれぐらいだったっていう、どれぐらい離れてたのって言った、だから離れてこんなもんちゃうって言った、ちょっと待って、145から150の間かなとか言うから、もう知らんって言うて、もうやめてって思って、またうんこずらして DS やってたんですよ、はいはい、ほんなら一気おらへんんですよ、戻りおらへんんですよ、ほんで何やろうなと思ってたら、小池徹平君って何センチって言うんですよ。ね、いや、小池徹平君何センチか知らんって言うたら、で、ドラマやってたでしょって言って、ドラマやってた。え、何センチ ?155 から160の間かな知らんって、って言って、知らんって身長のある人ダメせえへんしな、言うて、もうコンセント抜いて、バー行ったんですよ。ごめんごめん、言うて、ありがとう、言うて、で、バーって席ついて、こばもう、たまらんわ、言うて。
身長ばっかり聞いてきてるんですよ、はい、怖いわ、言われて、え、何ですか、それ。みたいになってたら、はい、また向こうからブワー来よったんですよ。はいはい、何やろうと思ったら、次、星野明ちゃん何センチって言うんですよ、はい、横で。で、いや、星野明ちゃん知らん言って、え、どれぐらい160あるみたいな、はい、いやだからもう知らんって、身長ばっかり聞くなよお前知らんよほんで大体お前何センチやねん言うたんですよほんなら僕はいいの言うんですよ何でやねん、なんでやねん、何やったんやお前、もうすごい嫌やったんですよまあそんな話です身長何センチ、地獄ですよいいのたまりませんでしたもんああ大阪の時の話なんですけど、はいはい、今から15年ぐらい前の話なんですけど、近所のお風呂屋さんに行ったんですよ。ほんならまあ、そこのサウナものすごい小さいんですよ、うん、3人ぐらいで入るぐらいのサウナで、で僕と後輩が入ってたんです、こうやって。ほんなら一人入ってきゃったんですよ、うん、ほんならその人はもうまあこっちの方やったんですよ、あで、すごい柄悪い方 でうわ怖っと思って、僕と後輩ビクってなりながらこう前にバーン座らはったんですよ、でこうやってダーン座らはったんですよ、で怖いなと思って、でこうパッて見たらこの辺にものすごい傷があったんですよ、グワーって、でうわ傷ある、めっちゃ切られはったんかなと、でずっとその傷をこう目で追っていったら、ここね、こうずっと切れてて、こっから傷がちょっとなくなってて、息子がちょっと切れてここ切れてて、ここ何十針縫うてあるんですよ、何十針縫うてて、ここ一針だけちょっと縫うてるここまた10針ぐらいだからずっばいから多分へこってるやつ一瞬ちょっとだからあっっていう、もう自然にね、自然に体がね一瞬ちょこっと切られたら一針だけで分かる分かる、これは男なら分かる、一瞬逃げちゃうからね、そこはね根性とは別の問題、根性とは別の問題本能ありがとうございます。はい、これ天然素材の時の話なんですけど、天然素材でこう結構なんか東京来ても、舞台終わって、その後なんかダンススタジオとかでダンスの稽古とかずっとさせられて、もうなんかみんなストレス溜まっていっぱいいっぱいになってくるんですね。でみんなでこう帰っていったら、こう僕らのフロアのとこにこう高廊下がこの字になってて、で各部屋2つずつあって、なんか中庭みたいなのついてたんですね。ほんでなんかストレスいっぱいになった人が どっからかの晩からなんかその中庭に出て、なんかこうストレス発散するショーみたいになってたんですよ。ほんで今日誰かな思ってこう窓開けてた、あの蛍原さんがバー出てきて一人でこうういえいとかいうのを見てたんですよ。で僕らはなんかあまだおかしなってるで笑ってた時があって、ほんでまた帰って次の日ぐらいですね、ほな次ほっしゃんが出てきたんですよ、うんうん、ほんでほっしゃんがパンツ一丁で出てきて、なんかこうファンからもらった大きいこうなんか特大のこんなプリッツ一本持ってるんですよ、うんうん、ほんでそのプリッツをね、今から俺このプリッツをお尻の穴に入れてポッキーに変えるからいいよ、わかります、わかります、なぜポッキーになるか、わかりますよね、わかりますよ、お尻の穴ら、ほんで今からポッキーに変えるから言って、ほんで僕ら頑張れ言いながら見てたんですよ。ほんでほっさんパンツ脱いでそのポッキーをいくよー言うてグーグーグー入れたんですよ。ほんでうわわわー言ってみんなで見てて、ほっさんブワーッ出したらポッキーじゃなくていちごポッキー出てきたな、中の字潰してもうて、いちごポッキーが出てきて、いやいちごポッキーやみたいな、アホです自分がアホだよ、ほんまの話、あんたが何ちゅう顔で聞いてんねや爽やかな笑顔で、まあでも俺の時に言われるよりええわ、そうそうそう、ストレス溜まるでしょ、字潰したそう、よう覚えてたな、入ってるし痛いやろしね、大輔の話8割がアナルの話ほんまそうでしょ、いやアナル面白いでしょ
これは10年ぐらい前に、うん、あの僕天然素材やった頃の話なんですけど、最終の新幹線で帰る時に、うん、あのバッファローゴロの木村さんが、はいはいはい、ちょっと今日ものすごいちょっとたまらんのよって言ってでそんなことめったに言わないんですよ、うん、でたまらんのよムンムンしてるだからもう大輔ちょっと女の子ちょっと誰か知り合いおらへんかなみたいな知り合いでまあ今晩みたいなことしましょうか言うて、まあ、ついてもうあの居酒屋行って用意したんですよ、うんほんで行ったんですよ、うん、でこう3-3ぐらいでもう一人あのヘビイチゴの高橋いうやつと木村君と僕3人で女の子3人で、はい、ほんで飲んでて酔っ払ってきて、うん、どれが好きみたいなの言って、うん、ほんなら、2人僕やったんですよ、うん、で1人女の子が高橋みたいになって、うん、木村さん持ってへんかったんですよ、うんうんほんなら、まあそんなもんやんな、言いながら、うん、でもうええわ、言って、うん、で、なんか酔っ払って、うん、女の子の、こう、うんここの、ここに、ちょんまげって言って、やり出したんですよ。で、ちょんまげってやって、で、ちょんまげってやって、ここに笑いながら座らはったんですよ。ほんなら女の子が、いや、何これって言って、パッて見たら、こっからこう、ここ、糸引いてた。糸引いてるんですよ。マジですよ。ごめん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 。これは最近の話なんですけど、松本さんとご飯をあの食べる約束してまして、で僕ちょっと髪の毛切ってて、で髪の毛切り終わったんで兄さんに電話したんですよ。で今どこにいんねん。いや僕恵比寿にいます。ほな俺まあカプリチョーザでちょっと食べてるから来てくれやと。カプリチョーザで食べてるから来てくれやと、うん、分かりましたすぐ行きます、うん、言うて電話してたら、うん、横にこうタクシーがプーって来たんですよ、うん、ほんなら向こうの公園から猫がピャッと走ってきよったんですよ、うん、ほんでタクシーの前輪にグルンってなって、うん、自分の目の前に仰向けでペーンって落ちてうわーって言ったんですよ。うわか死んだと思ったらグッと表向いてうわーって言って向こう行きよったんですよ。あれ生きてたんやん。タイヤにまつわる話ばっかりやん。僕あのコンビを、まあ、星さんと組んでたんですけど、で別れまして、でまあ一人で、あのお芝居をちょっとしたいなと思って、まあ、舞台ばっかりやらせていただいたんですけど、である舞台に出させてもらった時の話なんですけど、まあ東京で1ヶ月ぐらいしてから、まあ、地方に回る、うん、で、まあ、1ヶ月終わって、まあ、1ヶ月の間に、まあ、みんなでなんか今日食べに行くみたいな打ち上げがあって、でその1ヶ月の間にその主演の役者さんと、あとまあ大御所ではないですけど、まあ、30ぐらいの女優さんで若手の女優さん、この3人がちょっと好き嫌い、好きみたいな、ちょっとこうなんか、その主演の男優さん役者さんにこう2人がちょっとこうグイグイっといってる感じがあったんですよ。でそれ僕ずっと見てて、あなんかすごいなと思ったんですよ。舞台ってこうなんやな、やっぱりとかで、いろいろ思ってて、で、東京が終わって、で、地方に行ったんですよ。うん、で、地方に飛行機で行って、で、飛行場からちょっとしたバスに乗って、まあ、みんなでちょっとこう、九州やったんですけど、移動しようと。で、移動日やったんですよ。で、着いて、ほんで、まずその、役者さんが、ドーンとこう、バスの後ろじゃなく、真ん中に座らはったんですよ。はい、で、僕、その、ちょっと2個ぐらい後ろに座って、で、どう座らはんやろう、その女優さんやらば、二、うん、人は、と思ったら、その若手の子が、はじめその大御所の、その、男優さんの横ぐらいに座ったんですよ。うん、で、あ、行きよった、攻めよった。ほ、うんな、うんうん、その大御所の、大御所がその、まあ、女優さんが、バーって来て、その子の横に、バーン座ったんですよ。だから、男優さん、そう、大御所の女優さん、若手の女優さんっていう並びになって、大御所さんが潰していったんですよ。バーンとブロックしたんですよ。ほんで、ブロックしたと思って。で、地方ですから、
これ気合入ってんなと思って、僕はもう後ろでクッなってたんですよ。で、まあ移動して、で、1時間ぐらいこう、まあ高速とか走ってたら、インターチェンジに入ったんですよ。うん、休憩ね、うん。で、インターチェンジみんなトイレ行ったり、なんかね、いろいろこう、タバコ吸ったりとかして、はいはい。で、帰ってきたんですよ。で、その大御所の女優さんが遅かったんですよ。で、遅いなと思ったら、ギリギリに乗ってきはったら、こう、フランクフルトを一本持って、うん、こう、来はったんですよ。うん、で、初め僕、あ、フランクフルト買うたはんにゃ。あ、フランクフルトなんか食べはんにゃと思ったら、うん、その、今いただいていいですか、すいません、ちょっと匂いしますけど、みたいな、みんなに、うん、はいって言ったら、その、ね、あの、ケチャップとあの、マスタード一緒のやつ、プチッと折って、こう、チッシュッてかけて、で、その、いただきますって言って、なんかこう、次はみたいなのが始まったんですよ。で、僕初めんと思ったんですよ。んと思ったんですよ。ほんならここについてるね、ケチャップとかこうとか音鳴らしたり、なんかこう、こう言ってんのに、暑いから、暑いわ、とか。そんな暑ないよな。一回出して、また、とか、なんかチュパ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 チュ。すごいな。うわ、すごいな、とか。すごいな。アピールがね。アピールが。んで、それ、まあ、食べ終わらはって、まあ、なんてない話してるんですけど、その、役者さんは、一個飛ばしで、またその若い人とかに、なんか、九州で美味しいもんあるよね、みたいな、始まったんですよ。で、あれあれ、あんだけアピールしてはったのに、これ無視されてるのか、それかどうなんやろうと思って、こう見てたんですよ。で、また、1時間半ぐらい、だったらインターチェンジ入ったんですよ。ほんで、まあみんなでまたトイレとか行って、僕おもろいなぁ思って。ほんで、また帰ったんですよ。ほんで、またその、大御所といいますか、女優さんがまだギリギリなんですよ。ほんで、あれと思ったら、また帰ってきはったら、次は、ちょっと白っぽいでかいフランクフルトこうたったんですよ。え、2本目?2本目?1時間半やで。女子やろ。ちょっとペース早いな。ペース早いよ。フランクの。フランクなんかもう一本でええでしょ、一日。もうまた行ったほな、次はまたケチャップビューやって、またついでやって、で、次もうこんななんですよ、これ。全然いいぜ。お前、ほんまやろな。ほんまですって。ほんまですよね。うわ、また始まった。何やってんのよ、お前。ナイスでしょ。裏が白 い。ドイツのやつでしょ。本場のやつ。本場のやつ。ドゥーンってしたやつ。大きいわ。それを見てた話。何やねんそれ。フランクの話。フランクの話。フランクの話。いやでも絶対アピールやったと思うんですけど。普通に食べた。どんな感じだった。いや、日本は多いな、日本は。普通に食べたんだけど、僕はそう見えたっていう。宮川さんがそう見えただけで、その人は普通にフランク好きなだけです。大丈夫。じゃあ行くぞ。ちょっとケンコバに聞いた話なんですけど、おい。そういう。不思議な。隣の。健康について話を大輔がする。そう、僕言わせてください。すごい面白い話なんで、僕がさせていただいて。健康場はしなくていいの。いや、健康場も、まあ、自分のあれで言いたかったら言うたらいいと思います。僕が先なの。なんで先言うねん、それを。先にちょっと言わせていただいていいですか。はい。まあ、さっきもプロレスの話ありましたけれども、アントニオ猪木さんと、それの時のお月の藤田っていう、和幸さん。和幸さん。金髪のゴリラみたいな人ですよ。その人となんかラスベガスから成田に帰ってくる飛行機にケンコバの誰やったな、居合わせたんですって。ほんで窓側に猪木さんが座ってて、で通路側に藤田がこうやったんですって。で成田にこうね着いたじゃないですか。で、ついてガーンなって、で、ポーンって言うたから降りようとしたら、ずっと横でそう藤田がこう、クーッって寝てるんですって。で、猪木さんはちょっと降りたいのに、藤田起きひんからちょっと行かれへんから、藤田、着いたぞ。猪木さんがね。でも、クーッって寝てるから、藤田、着いたぞ。
成田だぞ。ふざ、ふざ、起きろ。成田だぞ。ふざ、成田だぞ。起きろ。ふざ、意外と。っていう話です。これも何度か聞いてんねんけど、これコバなの、これは。これは僕が三股さんに聞いた話です。しかも大事な結末が抜けてるんですよ、これ、この話。何何だ、藤田起きろ。おい藤田、成田だ、起きろって言って、でも藤田ってあの本当に人間離れした首の太さってもうあの野人って言われてるから、ね、野獣だんですよ、動じないですよ。猪木さんのビンタで、猪木さんはまあ恥かきたくないじゃないですか、CA さんも心配そうに見てるんで、そうそう、はい、ほんで出ていく人たちも、え、猪木に若手に藤田って言ってなんでも猪木も腹立って、最終的に寝て起きない藤田の後ろに回り込んでスリーパーホールド決めた。さらに眠らす技を決めた。さらに眠らす技を決めた。そういうオチでした。すいません、そこ間違えてました。っていうの僕は三股さんに聞いてる。ほんで、ほんで電車移動中に大勢さん、この間三股さんに聞いた話をっていう。そう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 。で僕はその話を三股から聞いたことあるんですけど、はい、全然面白くない。下手くそですか。下手くそなの。おかしいな。下手くそなの。無駄が多くて。それを人に言ってもらうべきです。あの僕めちゃめちゃ怖がりなんですね。で、あのなんか、ね、あの夜にこうウォーキングとかするんですよ。ちょっと太ってるんで、まあ知れてますけど。でそれ絶対音楽聴いてやるんですけども、こう音楽聴いて歩いてて後ろからもうあの自転車が来ただけでおおってなるんですよ。しまするかもな、何やねん今っていうなるかもな、何やねん今要するになんかね、通るでしょ、そやけどもう全く急にスッて出てきたらおおってなるんですよ。なるかもな。ほんであの家と家の間にこれぐらいのなんか変な路地みたいなところに、なんか、ポインターの焼き物とかの犬が置いてあったりしたら、おぉってなるんですよ。なんでこんな隙間にポインター置いとくねん、ボケよ、みたいな。あんまないけど、ポインター。わかります、あの、ポインターとか。ポインターかな、いや、ポインターです、あれ。ほんで、それぐらいビビりなんですね。ほんで、僕、あの、海外行って帰ってきて、ちょっとこう、時差ボケで、朝5時半ぐらいなんです。まだ暗いんですよ。うん、で、暗い時に、あ、ちょっとなんか、こう、外でタバコ吸おうと思って、で、こう、自分の玄関パッと開けたら、おっさんが、ザッってなったんですよ。ほんで、うちの家の前でちょっと玉砂利があって、おっさん、ザッ滑って、僕、バッ走ってきよったんですよ。ほんで、俺、それ、ザッザッって、うわーって言って、うわー言うて、ほんで、なんやお前言うて、ほんで、また走ってきよるから、待て言うて、俺、泥棒やもん。いや、泥棒やもん、だから。待て言うて、俺、ぶわー向こう走っていったら、向こうのおっさん、お前、泥棒やろって言うて、俺、おっきょうき声で、ほな、そのおっさんが、急に、ザーって、その、玉砂利のとこ、ガーって、僕の方向いて、清掃員ですって言いよったんですよ。ほんで、俺も急に走って行って、向こう、ジャリーって言ったから、ザーってなって、おい、何や言うて、なんで朝5時半にお前掃除してんねん、ボケ言うて、嘘つくな言うて、ほな、本当です言いよるから、なんで逃げんねん、ほんなら言うたら、いや、びっくりしたんでって言う、いや、俺の方がびっくりしたんじゃ、お前ほな、なんかこんなやりよるから、あの、ナイフ出しよったと思って、またザーって言うから、やめろ言うて、何やそれ、何出そうとしてんねん、お前言うたら、出すぎたの、二つ折りの携帯やったんですよ。何やその携帯怖いの何やその携帯言うたら、管理会社に電話してくださいって言う。なんで電話せなあかんねん、お前がせえや言うて。ほんでこう、なんか、はい言うて、もうこんなんなんですよ。で、俺もこう、ああなって。ああなってたら、でももう、5時半や言うて。5時半なんか絶対出えへん言うて。お前ほんまに、清掃員か言うて。そうです、言うて。
うん、やめろよお前びっくりさすの言って、うん、俺がってめちゃめちゃ怖いねんぞお前知らねえよほんでその日は信じて終わったんですよ、ね、ね、ほんでまたそのウォーキングして、僕なんかあのコンビニ行ってウォーキングしたのになんかおにぎり1個食べてもうたんですよ、うん、で痩せるために歩いてるじゃん。いや腹減るやんウォーキングで。いやいやもうおにぎり300歩いてるやん。いや300キロカロリーね。200。ほんで食べてそのゴミを捨てようと思ってうちのとこ鍵ついてるんですけどそれがね5時ぐらいやったんですかねまた。ほんでカチャッと開けてこう音楽聴いてこうブーンと開けてそのゴミ捨てよう思ったら。その一番奥のとこでブサッなってるんですよ。うわーって俺も何やなんて言ったらまたそいつなんですよ。びっくりするやんけ。ほんならすいません言うて、いやすいませんやらへんねん、もう早いねん全部掃除が朝やんねん。ほらいや僕本当にあの臆病なんでちょっとあの皆さんね合わない時間にやってるんですって言うから、いや分かるけど2回目やでこれほんま怖い言うて、で閉めたんですよ、うんうん、ほんで僕帰ったら、うん、ほんならあの管理人から多分そいつ真面目やったんで、うんうん、多分驚かしてしまった宮川さんのことっていう、うん、電話したん、あの報告したんですよね、うん、あのその管理会社の人がすいませんと、あの聞きました、宮川さんですよね、うちの本当に清掃員があの本当にあのびっくりさせて本当に申し訳ございませんと、住人にそんな気持ちにさせる、うん、清掃員は本当に強く怒っときますんで、うん、って言われて、いやもう強くやめてくださいと、あの人すぐびっくりしはるんでもう優しく、うん、あのやってくださいって言って切ったんですよ、うん、そういう話なんですそういう話、音楽やめたらええやん、はい、音楽はやっとかの怖いんですよ、また急に怖いんですよ、だから明るい曲聴いてたらあの歩けないんですよ、夜道を、はい、自分を上げていかんと自分を上げていかんとなかなかやっぱり夜歩けないですよ、怖いことばっかりですよ、それこそ昼歩いたりするいや昼は無理やん、疲れた、僕はチーズ転がし祭りというのに参加したんですよ。何だろうね。国海外、イギリスです。イギリス。はい。ほんで、もう僕撮影なかったんですけど、うん、そのあのなんか、転がすチーズのあの撮影に行くから、うん、大輔さんどうします？あ、僕暇なんでついていきますってついていったんですよ。うん、ほんなら、うん、おばあちゃんがなんかチーズ工場みたいなところで作ってはって、うん、ほんで、それずっと見てて、あ、こんなやつチーズできんや、みたいなの見てたら、そこにあの、お孫さんがいたんですよ。で、そのお孫さん、ものすごく可愛かったんですよ。あの金髪で、うん、ああ可愛い子やなと思って、男の子、男の子ですよ、うん、で名前なんて言うんですか、 What's your name って聞いたら、うん、フィリップみたいな、あフィリップ君って言うにゃみたいな、でフィリップ君遊ぼうかって暇やったんで遊んでたんですよ、はい、でフィリップ君の部屋見せてって言って OK OK って、まあ僕も拙い英語で喋ったんですよ、 OK come on come on 言ってで連れて行かれて、ここやと、お、は、開けてみーって開けたら便所なんですよ、うん、で、これ便所やんけって言ったら、うん、フィリップ君、へへへへ笑っとるんですよ、フィリップ君なりの、フィリップ君なりのなんかちょっとあれなんや、ボケーション、フィリップ君言うて、面白いなー言って、でも部屋見せて、なー言って、部屋はあかんやん、ほんでまた外出て行って、うん、ほんならうちのそのチーズのとこ、あの豚がいると、うん、豚見に行こうと、うん、で、大好き、もう大好き言いました、ね、大好き見に行こう言って、うん、ほんで豚いるとこあったんですよ、ほんでこの囲いに豚切ったら豚がブワーおるんですよほんで豚触ってみと、うん、触ってき言うて、ほんでああオッケーオッケー言うて、こうその柵を渡ろう思ったらバチーン電流が通ったんですよ、うん、あの人間ように、あのこう電流が流れたんだよ、バチーンバチーンバチーンやられたんや、フィリップ君お前電流流れてるやんこんなこれ言うて、ほんならギッ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 笑っとるんですよ、なんやこのフィリップみたいに思ってたんですよ、ほんでまあ仲良くなってきて、ほんで僕なんかフィリップ君のチンチンサーだどうなんやろと、何でやろ、分からん、何でやろ、国際問題やないか、流れおかしいよ、いやなんか昔やったじゃないですかないけど、やったんです、ほんで触ったらどうなんじゃろってすごい興味あって、フィリップ君おいで言うて、フィリップ君の揉んだんですよ、フィリップ君な
な、な、な、言うて、バーン走ってきよったんですよ。ほんで、あかん、俺、お母さんとかに、お父さんにチクられて、俺、怒られる、思って。やばいと思って、どうしようと思ってたら、向こうから、フィリップ君、チャリを、こうやって、手放しで、ふわーって行きよったんですよ。で、え、なんで?と思って。フィリップ君、なんかテンション上がってもうた?みたいな。楽しめた。いや、許してくれたんだって思って。でフィリップ君おいで言うて、ずーっとこうまたかーって、すごいねフィリップ君言うて、でちょっとお兄ちゃん乗らして言うて、こうそのチャリ借りてこう乗るふりして、またフィリップ君が触ったんですよ。触ったんや。またフィリップ君バーン向こう行って、ほんで次こそ言われるやばいと思ったら、次こうやって来よったんですよ。フィリップ君何でやねん、あ怒らへんやみたいな、そんな話でございます。スイッチやるな。なんかスイッチ入るのかな。わかる。いつもその変動は。あのこれ本当一週間ぐらい前の話なんですけど、はい、僕最近まであの映画の撮影で佐渡島に行ってたんですね。で一週間あって、うん、あの中日あの撮休やったんですよ。僕一人だけ。うんうん、ほんでまあお昼頃起きて、で佐渡島って初めてやったんで、うん、あええとこやなと思って缶ビール持って、まあ、ちょっとタバコ吸いにちょっとあの海岸のとこ行ってタバコ吸ってたんですよ。うんうんうん、で海がこうザーって言ってた、あ綺麗なとこやなってぼーっとしてたら、うん、向こうの方から80歳超えてるようなおばちゃんと、うんうん、おじいちゃんかおばあちゃんか分からないですけど、そういう老犬ですよね。そういうのちょっと中型犬みたいなのと、向こうの方からこう、なんか散歩してはったんですよ。うんうん、で、ああ、ええ光景やなと思って見てたんですよ、うんうん。で、その犬がおばあちゃんの速さに合わせてるみたいな、うんうん、なんかすごいいい感じやなと思って、うん、ああ、なんかええなー思いながらタバコ吸うてビール飲んでて。うん、で、まあ海見てたら向こうから歩いてきてたんですけど、そのね、散歩。うん、なら、へえ。みたいな声が聞こえてて、何やろうなと思ったら、その犬がちょっとへえっていう変な咳してるんですよ。で、あ変な咳しとんな、あの犬大丈夫かな思いながら、タバコ吸いながらまた海見てたんですよ。ほなまたおばあちゃんのゾウリもザッザッてちょっと耳に入ってくるようになって、ほなまたへえって犬言うてるんですよ。調子悪いな、この犬、思って。で、いつぞ、へんが気になって、だんだん海よりその、犬気になってさ、ほんならその、へんってやってる時はおばあちゃん困ってるんですよ。で、またその、へんが落ち着いたらまたずーっとおばあちゃんこう行くんですよ。ほんで、だいぶ近づいてきたんですよ。ほんで、その犬見てたらもう毛並みも変で、ほんでもう目やにもドローンで出てて、あ、こいつ調子悪いなと思ってて、ほんでずっと、へへん、へへん、へへんって言ってて、だいぶ近づいた時に、へへん、カッカッってなって、なんかバーンって出たんですよ。ほんで見たら、なんか、ちくわが、なんか、ボロボロの、切れかけてるようなんやけど、一本のちくわがブラッって出たんですよ。ちくわ出た思ったんですよ。あ、ちくわ出たと思って。それが喉に詰まってたんかな。ほんなら、バーンって出て、ほら、その犬が、ちくわやのに、ゲボやのに、急に、やり出すんですよ。ほんで、ゲでも、なんか、うんこした後、すんの、こいつを。シャーシャーってやり出して。でも、シャーシャーやってるおばあちゃん、このままなんですよ。ほんで、その犬がバーッ蹴り終えて、落ち着いたら、ほんで、また、もう歩き始めはったんですよ。ほんで、その辺やったから、何やろなと思って、ほんで、犬通って喋りかけようかなと思ったんですけど、ちょっとおばあちゃんももう、なんか、ぼーっとしてはったんで、そのまま行きはったんですよ。で、ああ、行ったなと思って、何やったのと思って、ちくわ入っとるしなと思ったら、向こうの方で、へぇって聞こえたんですよ。ほんで、あ、ちくわやなかったやろ、席。そういう話です。ちくわやなかった話。
てっきりチコヤ思ってました。チコヤ思ってましたもん。全員チコヤと思ってた。チコヤなかった話。チコヤなかった話。元からすごいなぁ。奇跡のチコヤだね。これ1年ぐらい前の話なんですけど、はい、僕はケンコバとアンギャーっていう、まあ、トークイベントやってまして、はい、それはまあその各地に、まあ、やってるんですけど、うん、各地に先に行って、うん、でまあ、ご当地のもんとか、うん、なんか名所とか回ったりしてそれを、まあ、あのトークの元としてなんか喋るみたいな感じのライブをやってるんですね、うん、で長野県に行った時にわんこそばがあったんですよ、うんで、あ、ケンコバとどっちが食べれるかちょっと勝負しようと、そう面白いんちゃうか、で、ワンコそば対決になったんですよ。で、まあ、僕座って、コバ座って、じゃあ始まります、言うて、まあ、なんかこんなんつけて、で、おばちゃんがこう横からやってくれるんですよ。で、カバーンみたいな、カバーン、みたいな。で、ずーっとやってたら、50杯目ぐらいまで僕の方がめちゃくちゃ早かったんですよ。ほんで、うわ、コバ大したことないなと思ってて、ほんでずーっとやってたら、だんだんやっぱり食べれんようになってきて、うん、ほんで僕、もう100杯ぐらいの前でもうちょっともうあかんなと。もう腹いっぱいだ、これやばいなと思って。ほんでもうコバはずっと、うん、はい、うんってやってるんですよ。ほんで、あ、こいつ後半伸びるタイプなんやと思って。なんかせこうと思って。なんやねんこいつと思って。ほんで俺もう100杯でちょうどでやめよう思ったんですよ。でなんか、やめるときは、こう、蓋をせんとダメなんですよ。はいはいはい。はい、あ、で、100で、次、蓋勝負で、またおばんばん入れよったんですよ。で、いや、もう、キリ悪いし、101とか。もう100でええねん、俺は、と思った。ほら、いや、蓋を閉めてくれんと、言うて。で、あ、わかりました、って。で、食べて、パッてやろう思ったら、またその、こっちの間から、さあ入れよって。いや、もう102はええねんと。もう100で終わりたかったし。じゃあ、おばちゃん、マジでやめて、もう、腹いっぱいやねん。もうやめて、次、言うたら、はい、みたいな。ちょっとこう、分かったんですよね、僕のイラッと。で、パッと食べて、もう早くに終わり、言うて。俺、小判見たら、まだずーっと行っとるんですよ。でも、その時に107ぐらい行っとったんですよ。では、これ負けたと。で、もう僕ずーっとおしっこも我慢してたんで、あ、おしっこしようと。ほんで、まだ小判食べてるし、と思って、おしっこ行ったんですよ。ほんで、うわ、腹いっぱいやと思って、こうおしっこして。ほんで、ちょっと、咳したんですよ。で、ほんで、ってやったそれぐらいやのにボワーンゲー出たんですよ。バーンってぐらいやのにボワーンってもうそばの玉が目の前に見えるぐらいで食えと思ってほんならもうしょんべんとこにバシャーなってちょっと待ってマジでと思って結構もう50杯分ぐらい出てるんですよ。出たなマジでとこれどうしたらいいねんのと思ってこれ、カッコ悪い思って。これ、カッコ悪い。店の人に見つかった。カッコ悪い。僕、どうしよう思って。うん、でなんか、汚いいうか、まあ、そこ古かったんですよ。うん、そのお店が。だから、こう、立ってするやつも、もう、このヘリとか、まっききなんですよ。で、でも、触らなあかんなんと思って。で、その、ね、もうその小便器のところに入ってるから、これは詰まるから、出そう思って、ブワーやってたら、もうなんかもう、古いおしっこみたいな匂いしてきて、もう、ってなったら、また残ってた50杯、ブワーってなったんですよ。ほら、またここ見たら、もう、そば5杯、ブワーって、うわ、やっばビッシャーってなったから。もう100杯、100に入るやん。もう100に入る。もう2杯ぐらいしかない。2杯しかないんや。100出た。でも、これあかんわ、思って。ほんで、もうしゃあないし、もう、こうやりながら、で、まあ、下にこう落として、うん、で、もう、うわぁ、思って、うん、横、バーンやったから、横にも入ってて、うわぁ、思って、さぁ、思って、ほんで、さあ、下のタイルに落としたけど、これどうしようと、うん、これどうしてたらいいねんろうと思ったら、ちょうどこう、和弁が一緒の高さであったんですよ、うん、ここに。和弁、はいはい。和弁、和式の、はいはいはい、あ、これやと思って、うんはい、で、そこにこう持っていくんやけど、これもいちいちやって、おばちゃん入ってきたら、吐きはったんと、なったかっこ悪いなと、やっぱり。いや、かっこ悪いやん、だって。102で、なかなか行ったやろ、みたいなとこが、便所でも、ね、100杯行ったらもったいない。なんか恥ずかしいでしょ。だからもう、どうしよう思ったら、こんなたわしがあって、で、もうこの絵ついたやつ、それでずーっとこう、和弁のとこ持って行ったら和弁にこう入れて、で、また和弁の中入れて、で、全部こう入れたんですよ。ほんなら、100に入って、
ちょうど和弁いっぱいぐらいなんですよ。行った人なんですよ。行った人なんですよ。で、よっしゃと思って食ってやったら、言うぐらいなんですよ。ちょっと、和弁のここの流れるところのうどんが、言うぐらいなんですよ。もう全然流れへんと。ふいちそば食ってくれと思って、グーやっても、揺れてる揺れてる揺れてる今そばのものまねです。今そばのものまねです。おこらかんわ言うておばちゃん言うてどうしたんですか言うてすいません、あの咳して吐きました。まあそういう話です。そばが揺れるとこがどうしてもやりたかった。あれサビな、あれサビです。あれサビでしょ。あれサビでしょ。あれがスローやからサビと思えへんから。サビや。2回繰り返した。2回繰り返した。だからサビや、サビや。でもそのうち1回うどんって言うてもらった。歌詞が最初にうどん歌詞1回うどん入ったから。長野じゃなくて、え最初長野って言ってました。あれどこやったっけ。岩手、盛岡、盛岡、歌い出しからちゃうから。橋間違えてた。まあ今回はライブバージョンでちょっとね。あ、大丈夫か。じゃあ、すみません。今日せっかく沖縄なんで、だいぶ前の滑らない話でちょっと言わせていただいたんですけど、僕がちょっと本当に面白いと思ってる話をちょっと一個させていただきます。だいぶ前に、松本さんが、よく夏休みを取られて、沖縄に連れてきてもらってたんですよ。はい、で、その時に松本さんと、木村兄さんもおられましたし、ほんで、後輩とか、で、来てたんですよ。ほんで、まあ、いつもこう、プールで遊んだりとか、まあ、なんかいろいろしてたんですけど、2日目か3日目ぐらいに、ちょっと、なんか、ちゃうことしようか、何があるかな、みたいな感じで、やってた時にシュノーケリングっていうのがあって、シュノーケリング行こうか言うて、これいいですね言うて、でなんか知り合いかなんかになった人のとこに行ったんですよ。で、あこんにちは言うて、天気でした夏のね暑い、ほんですいませんよろしくお願いします何人です言うて、ほんならそのツアーっていうのはこうちょっとこうガザガザのあの岩のあの海のガツガザのとこをこうだいぶ歩いて、で、洞窟の中から入って、外に出てくるっていう、そういうシュノーケリングのツアーやったんですよ。で、あ、それ楽しそうですね、言うて、で、ウェットスーツに着替えて、で、その、なんかこのツアーの家があるところから、そこのポイントまで、足ひれ持って、シュノーケル持って、で、その、もうほんまに危ないガザガザのとこをこうずっと岩場を歩いていかなあかんのですよ。で、はじめはさ、行きましょう言うて行ってたんですよ。ほんなら、暑かったし、で、ちょっと怖さもあって、で、ちょっとこう、体のこう、ね、自由もちょっとウェットスーツ着てたらこうなるじゃないですか。ほんなら、ちょっと兄さんがだんだん、イライラじゃないけど、遠いなとか、まだかいとか、なってたんで、あ、これちょっと機嫌悪ならはるなと。で、兄さん、もうそろそろですよ、言うて。後輩らでずーっと言うてて。ほなら、まあ、ついてその洞窟入っていって、ほなちょっと暗い湿った感じですよね。で、そこにちょっとこう降りていって、で、その足入れつけましょうってなって、で、ちょうどこう水に入れるところにこう足つけて僕らやってたんですよ。ほな兄さんまだだいぶ上の方で、で、もう着いたんやけど、まだそこまで行かなあかんのかいみたいなんで、ちょっとイライラしてはって、ちょ、もうここから飛び込んでええか言わはったんですよ。ほんで、そのツアーの人も、あ、構いませんよ、言うて。ほら、兄さん、もう、なんかね、帽子かぶってはったんですけど、白の。そのままなんか、ボーン飛び込まはったんですよ。だいぶ高いとこから。ほんで、兄さん、ドボーン入らはったんですよ。ほんで、見てたら、だいぶ、ブカンって、行きはったんですよ。いや、だいぶ行きはったと。ほら、手見てたら、もう、焦ってはるんですよ。中で。で、帽子ももうこの辺に浮いてるんですよ、ナイキのやつが。だいぶ下ですよ、兄さん。ほんで、焦ってはるし、わ、兄さん焦ってはると思って、これどうしようと思ったんですよ、僕ら。ほんなら、バーン上がってきて、何言わはんのかな思ったら、まあまあしょっぱいな。まあまあしょっぱい。
あ、しょっぱいですね。だからその焦りを後輩には渡らさんとこ、ツアーの方にもう飛び込むんでか言うた以上、やっぱ焦ってる松本人志見て、だから、まあまあ、それでちょっと潜りながら焦りながら考えはったんが、まあまあしょっぱいな。かっこ悪いよ。兄さんかっこ悪いよ。いやいや、そうなんですよ。それはね。増やせるわ。じゃ僕ダメなんですよ、やっぱりね、向いてないのよね。そうですね、あのスキューバーダイビングとか本当向いてなくて、あのやけに魚集まってくんな思ったら怖すぎてソーセージ握りつぶしてた。ちょっとずつあげるやつを余計食んねん、食べやすいから。食べやすなって思って、まあちょっとずつあげなあかんんですけどね。向いてないです。本当に僕番組出させていただいたのはこの滑らない話からなんですね。で僕松本さんにすごいこう本当になんか感謝してるんですけど、その松本さんを一回ちょっと殺しかけたと言いますか、穏やかじゃないね。その話をちょっとさせていただきたいんですけど、あの7年か8年前ぐらいに、あの大好き沖縄行こうで沖縄連れて行ってもらったんですよ、はい、で4泊5日ぐらいの旅で、でまあ、いろいろとこう楽しい旅行やったんですね。夜星見に行こうとか、なんかそんなちょっとね、プールでちょっとみんなで遊ぼうとか、ほんとすごい楽しかった。で、最後の日になんかこう花火でもしようかっていうことになって、その3日目の夜に、じゃあ明日の夜やるか、今日の夜ちょっと花火できるとこちょっと見つけに行こう言って。で、僕と後輩と松本さん3人で、そのホテルのちょっとビーチの、ちょっと向こうに野原みたいなとこがあったんで、そこ行ってちょっとできるか探しに行こうか言って、ほんでホテルから B さんで3人でバー行ったんですよ、うん、でそのプールのちょっと出たとこのその野原の入り口みたいなのに、うんうんうん、ハブ注意って書いてあったんですよ。ほんで僕ヘビめちゃめちゃ嫌いなんですよ、うん、でいやちょっと待ってください兄さん、ハブ出ますよこれ。マジでこれやめましょう、こんなとこで僕できないですよ。大丈夫やってで、マジですかって言って、ほんでまあ行きましょうって、いや怖い怖いって、ほんで後輩にちょすまんもうちょっとおんぶしてくれと、もうその砂浜になるまでちょっとおんぶしてくれ、もうキュッたらもう終わりやから、猛毒やからハブっていうのは。いや大丈夫ですよ言って、うん、まあ言うて、ほな兄さんがなんか分からへんけど、うん、抱き出たみたいな、うん、ほんでうわっみたいな、うん、ちょロープですよやめてくださいよとか、ほなケケケケ笑って、ほんでまたしばらく歩いて、なんか普通の話して、またうまいんですよ、びっくりさし方が、うんうん、ほんで、なんかバーって喋ってる時に抱き出たうわーって、いやこれコードですやん、なんなのコードですやん、もうやめてくださいほんま怖いで、もう無理です、帰りましょう、いや行こう大丈夫やから、ほんでそのなんか広場ぐらいまで行くもうギリギリのとこで、ほんまにうわー出たってばはったら、うん、本物のハブやったんですよ。で松本さんがここで僕で後輩やったんですよ。で出た言ったらその辺に出たんですけど、うん、もう僕本物やと思った瞬間にわけわからんようになって、松本さんをバーン押さえたうわーって、うん、ほら松本さんバーン押されたから、そのハブの上をダメせー何やってんねん。それでも俺も無視して帰ったっていう話なんですけど、本当にね、危なかったって、ほんま怖がりやもんな。いやあれは怖いですよ、足ガッてこう足を後ろからキュッてつまんだらうわあ、それもありました、やられる、うわちょやめてください、もうその冗談みたいな、だんだん腹立ってきて、いやそういうことがあって、まあ、この仕方だと言います。押したらダメです、押したらダメです。僕これ小学校3年の話なんですけど、小学校3年の時ってブラックバス釣りが流行ってたんですね。で日曜日にお父さんとブラックバス釣りにこう言って琵琶湖に行ってたんですね、でこうまあ湖岸沿いをずっと歩きながら2人でこう攻めてたんですけど、全然釣れへんかったんですよ。で釣れへんなと思って3時間ぐらいこうずっと行ってて、ほな僕お腹が痛くなってきて、で周りその湖岸沿いで、まあ、田んぼがあってあんまり何にもないとこやったんですよ。でお腹痛いなと思って、でお父さんうんこしたいって言ったら、
僕もや言うて、お父さんも、うん、あ、お父さんもしたいのと思って、ほんでもうここでしようかって言って、田んぼやしあかんねんけど、うんうん、な、ティッチないわ、言うて、どうしようか、言うて、ええー、って思ったら、こう、ホームセンターあったんですよ。で、ホームセンター行こう、言うて。で、ホームセンター走って行ったんですよ、二人で。ほんで、もうお腹痛いし、と思って、僕が入ったら、その、便所が小さくて、あの、和式便所一つと、あの、立ってするおしっこ一つやったんですよ。ほんで、僕入ったら、もうお父さんが、もう、俺の方が先や、言うて、もうあかん、言うて。で、僕、もう入ってたんですよ。そこにも入ってきて、もうズバーンやって、もう和弁に、もうガーまたがって、僕いんのに、ちょっとお父さんって言うてんのに、もうお父さん、もうガーってまたがって、もう、ねりりりりしたんですよ。わかります?ねりりりりって、もうねりりり言うて、わっさっ言うて、もう嫌や言うて、もう出たんですよ。ほんで、もう、お父さん、はよして言うて。もうあいつ、ちょっと待てちょっと待て言うて、いろいろ、もうなんか、ねりねりやってるわけですよ。ねりねりってするでしょ、音。ねりって。ほんで、もう、あ、思って待ってて、ほんなら、ちょっと大好きや、言うて、ちょっと、あの、パンツ買うてきてくれって言われて、いや、もう失敗してるやん。ほんで、いや、ちょっと俺もう無理やし、パンツ買いに行くのも、言うて、ちょっと一回出て、俺も刺して、言うて、おう、わかった、言うて、ちょっと待て、言うて、ええ、言うて、人入ってへんか、いや、いてへん、俺だけや、言うて、ちょっと待て、言うて、でも、それでもな、人入ってきた、ちょっと待てよ、言うて、こうガチャッと開けたら、なんかもう、あの、トイレットペーパーで、こう、軽く何回か、巻いて、ちょっと軽いパンツみたいに見えるようにして、ほんで、あの、T シャツをちょっとこう、深めにこう、下ろしとったんですよ、こう。ほんで、何してんねんな、と思って、ズボン履いたらいいのにな、とか思いながら、僕こう、履いて、うんこしてたんですよ。ほんで、まあ終わって、ほんで、お父さん買いに行くわ、言うて、もう出て、ほんなら、あの、ズボンの中にあの、財布入ってるから、それでちょっと買ってきてくれって言われて、もう何よ、思って。で、こう、落ちてるやつ、こうやって、ほんで、後ろのポケットや、言うて、後ろのポケットに、なんか、二つ折りの、細い財布があって、で、そっから1000円持って、出て行こう、思って行ったら、お父さん、パッて見たら、このあの、残尿かなんかで、あの、おしっこ出てたんですかね。ほんで、ちょっと、水で溶けて、こう丸見えんか。溶けて丸見えやんって、そういう話です。何や今の話。何や今の話。何や今の話。何や去年ですね。去年。ちょっと、うちの父親が、うん、あの、体悪なりまして、手術して入院したんですよ。で、まあ、あの、結果は全然大丈夫やったんですけど、で、心配やから手術した後からずーっとしばらく行ってて、で、お昼ぐらいに代打お父さん大丈夫かって行ったんですけど、お昼ご飯の時に、手術後とこう、血糖値がめっちゃ上がるんですって。だから、あの、血糖値を調べてから、血糖値が低いとご飯食べてもいいみたいな。うんうんうん、で、毎回こうお昼に測りに来たって。で、大丈夫かいだ、大丈夫や、言うてよかったな、言うて。で、宮川さん、ちょっと測りますね、ピッと測って。ここにちょっとなんか細いのでこう刺して、うん、その血をなんかにこう乗せて血糖値測るんですよ。うんうん、で、宮川さん測りますね、って。で、測って。あれ?血糖値高いですね。なんか食べはりました?いや、食べてへん言うて、うん。何も食べてへん。あ、そうですか言うて。じゃあ、ちょっとインシュリン打ちますね。うん、いや、もう、インシュリンやめてください。もう嫌なんです。言うて。うん、で、お腹めくって、うわって打って、うわ、ん、言うて、打たれて。うん、で、あ、大変やな、お父さん。言うてたんですよ。で、二日目行って、ほんで、もう一回、あの、お昼ぐらいに行ったから、また調べます、言うて。で、やったら、また、血糖値高くて。あれ、宮川さん、また血糖値高いですね。おかしいですね、こんな。やっぱ食べはりました。いや、何も食べてません。で、おかしいなと思って、その、看護婦さんどっか行きはった後に、冷蔵庫を開けたら、焼きプリン、ビッグみたいな。二つと。でかい方腹立つなで、炭酸飲料。で、乳酸飲料。ほんで、なんか、缶詰の、なんか、あの、フルーツのゼリーみたいな。で、いや、お父さん、これ食べてるやん。うん、いや、もう我慢できんやん。いや、もうあかんって、これ、今は、おとなしい人かなあかん、これ持って帰るやん。言って。で、絶対食べたらあかんで、ほんまに、言って、今は大事にしとかなあかんって。わかった。お前の言う通りやな。
ほんまに悪いなって言って、うん、いやいや、泣かんでええから頼むし、もう食べへんかったらええねん、うん、元気になってから食べよう、うん、で、また次の日行って、うん、で、また測りに来はったんですよ、うん、また高かったんですよ、うん、で、ちょっとお父さんで、もう看護師さんいる前で言った方がええわって、うん、お父さんなんか食べてるやんって、うん、いや、食べてへん、いや、食べてるやん、またこれは言うて、親子喧嘩始まったんですよ、うん、食べてるやんって、何食べたんって言ったら、もう魔王って言ったんですよ。夜中の王様の魔王でっかいやつや。あかんねん。腹筋みたいなやつや。魔王でっかい魔王食べた。腹筋みたいな。ほんでお父さん、魔王あかんやん。言うたら、わかった、言うて、もう魔王食べなさい言うて、言うしろ、言うて。腹筋にしてやって言うたんですよ。腹立つな、もう。いや、腹立ちましたね。商品名で言うね。もう今は元気になってんな。はい、大丈夫です。よかった、よかった。これちょっと6年ぐらい前の話なんですけど、はい、あの、お正月の、あの、新宿の、あの、ルミネ座吉本って、結構みんなお酒飲んで、1月1日とかやっちゃうんですよ。その6年前は、ホッシャンが日本酒を飲んで、ずっと、もうずっと飲んで、なんか酔っ払ってるんですよ。で、1回目終わって、また1時間ぐらい合間ずっと飲んで、で、2回目のもう舞台なんかもうボロボロですよ。言うて全然面白ないんですよ。何言うてるか分かりませんし、まあね、ほんで2回目終わってさ帰ろかいうぐらいに、後輩の吉本新喜劇の後輩で、空手の師範代をやってるやつがおったんですよ、はい、で星さんもうベロベロですからもう絡んでいくわけですよ、はい、で言うてその師範代に、うん、あごめんなさいね話聞いてバッ言うて「お前来いや空手やってんやろほら」みたいな「いやいやいいです」みたいな「うん、いや来い言うとるやろ来い言うてんねえみたいな「ほんであすいません」って言ってた、うん、全然いてないそんな全然いてない師範代かお前うんはい言うてるやろお前言うて、うん、それを30分ぐらいずっと遊んだ嫌な先輩やなちょうどいいほんで、うん、30分後ぐらいに何思ったか、うん、おいちょ蹴ってこいよここ言うて、うん、全然バンチねんかいたらええわでおら言うて補助蹴ってるんですよ、うん、でその後輩も痛いみたいな、うん、もう分かりました強いですみたいな、うん、じゃあだから蹴ってこい言うてくれんよお前は言うてまずバーン言うんですよバーンなって、うん、だからお前はだから分からへんって蹴ってこい言うてバーン蹴りよったら、うん、そいつその格闘家の血がパーン騒いだ、うん、急に足をパーン上げて、ここに星ちゃんがほんなら急に星ちゃんこのままパーン倒れてやめろやめろ響きだってなかなかなって急にね、まさかそんなうまく蹴りよるお前星ちゃん響き変えてるしでうわー言うてやばいねこれ言うてちょ救急車あんねー言うてそれでパッとそいつ蹴ったやつ見たら、うん、もうこんななってるわけですよ。まだ行った感じじゃん。ガン行ったろみたいな。おちょっとやめとけと。お前何してんすんねん言うて。ほんで、星さん大丈夫か言うて、星さんバーッ叩いてたら、星さん、うん、言うて、起きて、何みたいな。怖い、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 まあ、星ちゃん、病院行こう言うてやってて、で、僕もそれもう終わったから、怖い思って、そのまま家帰ったんですよ。ね。でもやっぱりその後輩のことが頭に来たんですよ、ちょっとやっぱりね。これ絶対言うたらなあかんなと思って、先輩の顔面を蹴って、あんなことしたらあかんと。これやっぱり言うとこ思って、僕そいつの電話番号知ってたら電話したんですよ。で、もしもし何々か、お前今日あかんやろ、言ったら、あ、はい。みたいな。ああ、はい。みたいな。いや、違うわ。あれはあかんやんか。酔っ払ってても、それやったらもう、かわしていったらええやんか。どっか行くとか、なんかして、かわしたらええやんか。あ、プスッ、プスッ、はい。みたいな。なんか、乾いたね。麺すするみたいなこと聞こえる。お前、焼きそば食うてんのかって。おい。今俺が怒ってるだけに焼きそば食うなと。お前ほんま明日ちょっと覚えとけよ言ってほんで僕切ったんですよこうやって腹立つ思ってで次の日もルミネあったんで出番が俺言うたろう思ってその7階なんですけど行って7階ピンって開いたんですよほんで言うたろう思ってパーって行ったらその後輩
こんなやっておるんですよ。おはようございますみたいな。もうこんなんですよ。謝る気ゼロや。うん、で謝る気ゼロやし、格闘家やし、僕もおはようございます。ようはあかんで。まあそんな話ね。危なかったね。危なかったね。危なかったですよ。ほんまに。これこの間あの実家に帰った時の話なんですけど、はい、自分ブログやってるんで、でそのブログをチェックしようと思って、親父のあのパソコンのとこに行って、でパソコンにスイッチ入れてこうやるんですけど、なかなかあの重くて全然立ち上がらないんですよ、はあ、でやっと立ち上がったと思っても次にあの行ったらもうずっと鳴りよるんですよ、ほんで全然こう重いんで、何やろうなと思ってお父さんって呼んだんですよ、でお父さん来て、これめっちゃ遅いやんどうなってんのって言ったら、いやお父さんなあのエロいとこ進みすぎて、もうウイルスが50ぐらい入ってて、もう病気になってえらいことになってで、お父さんももう開けてもうウイルスおかしなってるからもうできないんですって何の話だよ今年の7月22日の話なんですけど、あの7月22日今年はあの皆既日食が見れる日なんですよ。でちょうどその日に僕とケンコバが沖縄であのアンギャーっていうあのトークイベントやってるんですけど、それが沖縄で歩いて、で沖縄方面南の方でその皆既日食が綺麗に見えるんで、で僕とコバその時一緒にラジオやってたんですけど、夜中遅遅までやっててあんまり寝てなかったんですよ。ほんで絶対飛行機の中で寝ようって決めてたんですけど、その時にあのもう皆既日食とかもう休み入ったりとかでものすごい人やったんですよ。ほんであの飛行機の中も満員やったんですよ。でもこれうるさいな思ってて、もうなんかちょっともう寝れへんからイライラしてたんですよ。で僕座って窓側に僕座って、なんか知らん女の子座ってて、で小葉真ん中の席座って、ほんでまあ寝てたんですよ。僕もつい乗った瞬間に寝てたんですよ。ほんならもうみんなテンション高いんですけど、家族連れがバーって入ってきたんですよ。ほんであのお父さんとお母さん と、息子2人なんですけど、うわー飛行機だねー言うて入ってきよったんですよ。うっとうしいな、うっとうしいよ思ったら、あー飛行機だよー言うんですよ。ほんで初めてだねー言うて飛行機乗るの言うて、